も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。やった、皆さんおめでとうございます。2025年大阪万博開催決定、よいしょ、おめでとうございます。いいですね、関西盛り上がってきて、まあ、東京オリンピック終わってその後2025年続く、この日本の盛り上がりがまた楽しくなりそうでございまして、まあそれを記念して万博といえばこの曲です。世界の国からこんにちはガズレレバージョンでやってみようと思います。しかもですね、これ決定した瞬間にまたガズレレからニュース、来年2019年1月19日なんと大阪の花博公園ででっかくガズレレイベント開催します。詳細は後日公開ですけど、日付だけ押さえておいてくださいよ。来年1月19日よろしくお願いします。さあさあ、世界の国からこんにちはですけれども、これ簡単です。まずね、いつものように2バージョンやるんですけど、最初のバージョンはコード3つに押さえ込みました。C と F と G7 です。入門コード3つで、どんどんだから教えてくださいね。弾く人増やしましょう、これを。はい。もちろん、1月19日のガズレレの時もこれみんなでやる予定ですから、よろしくお願いします。しかもですね、今回、ガズレレ流の歌詞2番作っちゃいました。ちょっと、これ、シンプルなんで、皆さん、歌詞作ってみるのもこれ面白いかもしれませんね。ちょっと参考にしてやってみてください。で、後半はかっこいいバージョン、8ビートのノリノリバージョンでやってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで今話題の曲、みんなで歌いたい曲、自分が大好きな曲、思い出の曲、演奏して弾く弾き語り、これ最高に楽しんでぜひやってみてください。でも私音楽は無理なの、楽器はとてもじゃないけどっていうあなた、ウクレレだけが助けてくれますよ。他の楽器は難しいけどウクレレね、簡単ですが、奥もどーんと深いんで、ずーっと人生で一緒にね、歩んでいくパートナーになりますから、音楽を自分でプレイするっていうのは本当にね、最高ですから、ぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube を見ているだけで、どんどん弾けるようになってしまいます。だって YouTube だったらいつでもどこでもタダで、スマホでも見れるし、これはやった方がいいですよ。ぜひ皆さん気楽に音楽始めましょう。もう本当に、そんな感じなんですよ。ウクレレって持ち運びもね、ちっちゃくていいんで。はい。じゃあ今、ここにリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、数字の順番通り動画を見ていくだけで、あれ今私弾けてんじゃないってすぐなりますからね。じゃあ行ってらっしゃい。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック開始。弾いてらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる世界中の音楽を、このウクレレですっごい簡単にできるように超簡単アレンジしてますから、700曲ぐらいあります。やってください。この曲、イントロがあるんですけど、イントロのメロディーはこれを使いますよ。ガズのガズー。これ、カズーっていう楽器なんですけど、ガズ、私ガズなんでガズーって名付けてます。こうです。どっちからでも音が出ます。でね、これ、口で空気を入れるだけで音出ないんですよ。うーとかあーとか言うんですよ。あー、空気だけ入れると、ほらね、喋ると、って響かせる。これを使ってイントロメロディやってみようと思います。じゃあ、大阪万博記念2025年、ガズレレ流世界の国からこんにちは。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみる。ワン、ツー、スリガズレレ流です。はい。こんにちは。こんにちは。
ガズレレ。こんにちは、こんにちは、ガズレレ。YouTube で2025年もガズレレだ。こんにちは、こんにちは、ガズレレ。ガズレレ流世界の国からこんにちは2025年バージョン、大阪万博バージョン、いかがだったですか。コード3つで今のシンプル簡単バージョンやりましたよ。テロップと同時にやるのもいいんですけど、ノートを書き出すときに、ノートを書き出すとね、分かりやすいんで、その時の参考になるようにしてほしいんですけど、どうです、2番ああやってオリジナルの作詞をしてしまうというですね、これいいアイデアでしょ。これ楽しい、皆さんもぜひやってみてください。まあこれ私ガズレレやってますから、ガズレレみんなやろうってことで歌詞書いてみましたけど、はい、ここですね、イントロ、これでん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 、カズー使ったやつね、ガズーを、はい、超シンプルです。まずじゃあここまで一時停止でメモってください。いいですか、一時停止を、ほい、じゃあここ、これでここまで、これでね、もう一番終わりなんです。はい、コード進行もすごい簡単で、ここ見て、丸書いて D7 って書いてあるでしょ。かっこいいバージョンはここ D7 がいいんですよ。 D7 っていうコードを使いますからね。今は F でやっちゃいました。はい、なんでこれはもう本当にもう習ったその日に弾ける曲ですから、皆さん教えてあげてください、弾ける人は。お願いしますよ。で、2番はこれガズレレ流の歌詞なんですけど、まあこんにちはこんにちは西のガズレレ仲間こんにちはこんにちは東のガズレレ仲間、ちょっとね、あの場所の関係でちょっとちっちゃく書いてますけどね、あの同じことで書いてます、歌詞が違うだけです。2025年は、あ、2025年はガズレレだ、もだ、はい、歌詞書いちゃいました。はい、コード進行一緒ですんでね。はい、じゃあコードの解説いきます。はい、 CFG7 やった、 C と F と G7、 これはですね、この3つはね、ウクレレ始めたその瞬間に一番最初に覚える超入門コード3つですからね、一応言っとこうか。 C はここです、 F はこことここです。2つ押さえるんですけど、指立ててくださいよ、寝かしていると下の弦に当たってプチッと音出ちゃう、指立てる。 G7 はこことこことこことこで三角形を使います。はい、これはですね、先ほどの初心者レッスンはここというところで、まず最初に覚えるコードですんで、覚えてください、お願いします。はい、じゃあここから解説、かっこいいバージョンの解説をしてますけど、コードが1個ね、さっきも言ったんですけど D7 というコードでも、これもね簡単コードなんですよ。ちょっと見ててくださいね。 D7 っていうのはこことここを押さえるんですけど、要は F を押さえ、 F ってさっき出てきたのを1個ここをここに変えるだけなんですよ。ここが D7、 これが D7 です。はい、簡単です。どこで出てくるか、2025年のこんにちは、ここの1回 D7 が出てくるんで、ここお見逃しなく。とは言ってもこれを入門コードなんですよ。なんで気楽に、どんどん弾いちゃってください。まあ、F でも あんまり違和感はないんですけど、 D7 の方がよりね、曲のオリジナルの響きに近いんで、ぜひやってみてください。あとリズムなんですけど、ここに書いてます。8ビートのチャで軽やかに、こう万博でうひょーっていう感じをね、リズムで出すんですよ。ここでこんにちはこんにちは、ちょっとこれ垂れ下がってきて、あのちょっとウキウキ気分が出るように、ちょっとシャッフル、シャッフルっていうのリズムがこうチャッカチャッカチャッカ跳ねてるんですけど、ウキウキ感が出るような8ビートのチャで、こんにちは世界の、こういう感じでいきたいと思います。まず8ビートの弾き方を知らないといけません。8ビートの弾き方が分かった人は、今度このチャですね、これじゃんチャッチャンチャッチャン、これ8ビートのチャっていう弾き方なんですけど、まずはここリンク先行ってください。このリンク先はですね、ウクレレできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、いろんな弾き方を解説している動画が入ってるんですけど、その中からまずは8ビートを完全マスターしてください。それができるようになったら、8ビートのチャという動画でチャを習う。そうするとここでできるようになります。このリズムを使いまして、かっこいい場所ガズレレ流世界の国からこんにちは大阪万博2025年記念ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、ピピ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 、こんにちはこんにちは西の国から、こんにちはこんにちは東の国。
たら、こんにちは、こんにちは、世界の人が、こんにちは、こんにちは、桜の国で、ガズレレ行きます。こんにちは、こんにちは、西井のガズレレ仲間、こんにちは、こんにちは、東のガズレレ仲間、こんにちは、こんにちは、世界中ガズレレ、こんにちは、こんにちは、ガズレレYouTube で2025年もガズレレだ。こんにちは、こんにちは、ガズレレしよう。せーの、じゃじゃん。はい、かっこいいバージョンやってみました。ガズレレバージョン、ガズレレの歌詞の方もちょっとお気に入りなんですけどね。はあ、こうやってなんかオリジナルでね、あの歌詞つけちゃうとかいうのもまあ楽しいことだと思います。これ、皆さん、万博までうわいわい。この曲きっかけにウクレレを弾ける人がね、増えるといいなと。大阪万博どうですかね、皆さんこれ。ウクレレこの3つ4つのコードで、世界の国からこんにちは2025ガズレレバージョンとか、これは楽しそうですね。どんどんやりましょう。わからない人には教えてあげてください。弾ける人は。はい。弾けない人はこの動画で弾けるようになりましょう。これは便利ですね。ありがとうございます。はい。ドンガズレレホームページご覧になってください。ホームページのリンクはここに貼っておきます。ここ、ホームページは見てくださいね。はい。2018年はですね、ガズレレ大合唱ツアーということで、全国を回って北海道から沖縄まで行くんですけど、はい。12月は沖縄行きます。那覇と宮古島。ウクレレ持って。ビーチでウクレレ、これ最高ですよ。ウクレレ持ってきてくださいね。お一人様でももちろん大歓迎。待ってますよ、沖縄。はい。で、年明けて先ほども言ったんですが、1月19日は大阪、今一番話題の大阪で、花博記念ホールで、でっかいガズレレイベントやります。その時、ガズレレ歌本ボリューム5も発売、先行発売ですからね。お楽しみに予定入れといてください。はい。はい。でね、ガズレレさん、CD 出してます、CD。2枚組です。1枚の CD は作品としての CD。もう1枚はその作品としての CD が弾けるように、レッスン CD なんですよ。これがすごく画期的です。この曲をあらゆるイベントで今後歌っていきたいんで9曲あります。絶対覚えてください。で、その CD を買ってもらってももちろん本当は嬉しいんですけれども、もうすでに全曲 YouTube にアップロードしてレッスン動画も上がってます。その辺のこと全部詳しく書いてあるホームページの1枚、CD のこと全部ここに集約してますんで。CG の情報、ここが必見です。見てください。よろしくお願いします。はい。で、本出してます。はい、こちら。主婦の友社から出てるガズのいいこと言ってる本。私こう見えて骨髄移植させてもらってます。急性骨髄性白血病で。そんな中思った音楽と人生という、そういうことですね。はい。いい本ですよ。はい、こちら、リットミュージックから出てる超簡単ウクレレ教則本です。これめちゃくちゃ売れてますんでね、皆さん。ぜひ、初心者の人にはおすすめしてあげてください。初心者の人はぜひ。はい、こちら、ガズレル歌本シリーズもうボリューム4です。今度、年明け119にボリューム5が出ます。はぁ、盛りだくさんです。どんどん音楽やりましょう。大阪万博も盛り上げて、東京オリンピックも盛り上げて、とにかくまあ、いつでもどこでも盛り上がりっぱなしで、行きましょう、そのまま。はい。やったー、ありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またね。チャオ。